どうもこんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一番です。えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います、えー。本日朗読する作品はですね、橋本五郎作「ペリカン後日物語」ですね。こちら、橋本五郎探偵小説戦1に収録されています。 えー、橋本五郎はですね1903年生まれ1948年没ということで、えー、大正と昭和に活躍された作家さんなんですね。かの,あの江戸川乱歩も同じ時代に活動していて江戸川乱歩が橋本五郎を評価したことがあったみたいで。橋本五郎という作家は トリックや論理よりも人間の情などに重きを置いた文章が得意な作家であるっていう評価があったようですね。他の作家さんでもどこかか探偵小説らしからしぬ面白みがあるっていう評価があったりしたようですね。えー、トリックとか論理ももちろん楽しめるんですけれども、えー、そういった人間の情というかね えー、心の移り変わりのようなものも、えー、楽しんでいただければなと思います。えー、1929年に発表された作品ですある事件が探偵のところに持ち込まれるところから話が始まるんですけれども、えー、その事件に関係して過去の話そしてまたさらに過去の話っていう風に展開していくんですね。ちょっと時間軸を追いながら聞いていただければなと思います。 それでは改めまして橋本五郎作ペリカン後日物語それでは本編をどうぞ橋本五郎ペリカン後日物語 それは1「困ったなあいよいよ事件の依頼なんだよカジ君」と佐々木探偵事務所所長佐々木三郎君が受話器を置いて気候自然たる態度はそのままにいかにも悲しげな表情で振り返るのをその助手でもあり世話人でもありまた良きにつけ悪しきにつけ 彼のただ一人の友人でもあり叔父の甥でもある僕家事進むが事件おおいよいよ事件突発ときたのか待ってましただ乾杯乾杯早速出動しようじゃないかどこだいその火元はと天にも昇るような嬉しさで聞き返ししかしなお佐々木君がでもだめだよ 僕は少しも行きたくないんだから。と悲痛な様を持続して言うので「なぜだい行きたくないなんて全体君がここの」と皆まで僕には半分もさせずやはり佐々木君が「なぜって僕には何のために行くのかわからないもの」「何のために行くのかわからない?」だって君はここの所長じゃないか 名探偵じゃないかそれが事件探査の依頼を受けてまず事件発生の場所へ急行するのがそれが何がわからないんだえ君あの時の新聞をまた見せようかいいよ新聞なんか見せなくったってそらあのペリカン事件の時は幸いに幸いにじゃないよ君はいつでも引っ込み思案だからいけないんだ今日 立派な探偵事務所の長たる者が君だってあの時は相当元気だったじゃないか名探偵現るこの人いでて我がタコナの町は常に常に楽度たるべしなんて新聞は書き立てるし町の人々だって娘たちだっていかに君を慕ったか感激したかでもでもじゃないよあのペリカン事件を解決した君の頭脳をもってして それい伊くにか解決を見ざるの事件があるだ少し文句は変だがいいじゃないかさあ行こうよ現場へそりゃあ僕も承諾したんだからとにかく行ってみることは行ってみるけれどじゃあなおさらじゃないかで事件は何だい一体殺人強盗誘拐詐欺何でもいいや行こう行こう行けば君の頭脳がうまく働いてくれるんだ また町は素晴らしい噂だぞさあカバンと帽子とステッキとほら街灯ほら手袋ここに釘が出ているから気をつけてと僕が間違えてくださるな読者諸君助手であり世話人であり良きにつけ悪しきにつけ彼のただ一人の友人である僕が当の名探偵佐々木君を引っ張ってつまり名探偵が素人の助手に引き立てられて ともかくもまだペンキの色の青々とした真新しい探偵事務所の建物を後にして事件の探査に早春の夕暮れの底墓幾分暖かな忘れられたようなそれでいて相当に近代的な美容院もあれば市街自動車も共同便所もあるといった割に小さいでも日当たりのいい田舎の町の町通りを現状へ向けて走る。 ののが、物語の始まりで。それから道々佐々木君も仕方なく依頼された事件の内容を僕に説明して「だからこう言っては道が違うよ」と左へ折れて右へ曲がってもはや暗くなっている山の手を一山にやっと行き着くのが銀行家の M 氏というよりは 美人でしとやかで学問ができて名前は王由美子さんと申し上げてほうまさに19歳という霊場の父親であることで有名なやはり銀行家の M 氏の宅詩を通じるなどという面倒はなくすでに待ちかねていて僕たちを生じ入れるのが主人 M 氏で見るからに重役らしい実業家らしいその脂ぎった顔に 極端な悲しみと苦しみの色をごっちゃにしてすなわち悩みの色をみなぎらして「実は娘が」と語りかけるのをもうそこには奥さんだの年寄りだのえやだのが集まっているんだが奥さんが「実は昨日の午後フリジア界の音楽会へ出向きましたなり変わりませんので早速警察の方へお願いしましたのでございますけれど」 ええそれはもうお友達から何からにからずっと取り調べたのでございますけれどまだ未だに何の頼りもございませんのでというのを今度は M 氏が引き取ってどうも警察ではことが表だって不都合と思いました折からちょうど梶さんのおじさんからお話を承りましていえペリカン事件のことは当時の新聞でよく承知しておりましたが ついそこへ気がつかなかったものでございますから。で本日早速ご足労をお願いましたような次第でそれをまた奥さんが娘は私はあの誘拐されたのではないかとそれが心配でございましてたくの娘に限りまして変な恋愛関係なんてもございませんしかといって親を見捨ててどこかへ行ってしまうような娘でもございませんし。 でもし誘拐でもされたのでございましたら私私ともう目の縁を赤くしてでもまだ言い足りないのかもちろん佐々木くんも僕もまだひと言だって言わないのだが娘は手提げの中へお金といっては15円しか持っていないのでございます着物はおしの茶の島の方で着物は お飯の茶の島の方で羽織は金斜の小豆色なのでございますが首巻きはふだんの白いものを持ってまいりましたし何もいつもと変わった様子もございませんでしたしと例えば佐々木くんが一応は聞きたださねばならぬことをそれ以外には何も聞き立たす過条もないのをそれからそれへと全く物覚えのいい奥さんが話してくださるのでいやよくわかりました できるだけ骨を折ってみます。ではと当てられ気味の佐々木君がもはや腰を上げようとするのをさらに用意周到な奥さんが「あの娘の部屋も一応ご覧くださいますなら」と姉やにちょっと目まぜで知らしてで佐々木君も仕方なく無論僕は大乗り気できれいな優しい人の常に寄居していた和洋折衷の一室に案内されて でも何もこれといっていいや皆無探査に力を貸してくれるような物件を発見することもなくついにどうか、私たち二人をを助けると思いいしして、くれぐれぐもご尽力をお願いします。という M 氏の言葉に送られてとにかく帰る事務所へ引き返すことになるのであるが 事務所のストーブにすり寄って手をかざしてそこで再び佐々木くんが「困ったなあ。誘拐されたのかどうしたのか僕には少しも見当も立たない」「困ったなぁ梶くんどうする?」と悲しげにつぶやくので「どうする」って名探偵の君がそれじゃあ僕が困ってしまう。 本当にもも何も立たないのかい嘘だろうもう犯人が分かってるんだろうペリカン事件の君の才能だもの僕は楽しみにしているんだ叔父だってきっと鼻を高くして待っているに違いないんだもうきっと新聞記者なんかに話しているよ君の今度の活躍のことを明日明後日かなまた町は君の噂で大変だぞ しかし佐々木くんはやはり悲しげに黙って倒れるように椅子に身をうずめるのであるがだがあのペリカン事件をそうだかくも佐々木くんを有名にし一躍この事務所の主としたあの事件を僕は読者諸君に語らねばならないのだったで勢い物語はひとつき後ろへ戻ることになって。 この町特別の祭日の前2日となるのであるがこののどかな町にはまだ昔の美しさが名残を見せてその当日には町内各区がおののその先祖から伝えられた秘蔵の出し飾り物をつじつじに飾るのでその2日前といえばもう人々は商売は半休の形で出し蔵に火を入れたり 付属の器物を手入れしたりするところがビークの飾り物というのは神五郎並びにその細君の凶作になる高さ15尺長さ22尺幅8尺という胴回りに松竹梅だの鶴亀だの翁だの七福神だのを浮き彫りにしたまさに芸術品であることに疑いを入れぬ交流の出車でそれが近接都市まで鳴り響いているゆえんは その本体が四角立派であるがゆえにはもちろんなのであるが特にそのマナコがギアマン張りの2つのマナコが実にどうも見事な出来栄えであるによるのであるところがこの双眼は左甚五郎らしいトリックによってその収まるべきところに収められる仕掛けになっていて祭日以外の日は世話人がそれを取り外しちゃんと真綿の詰まった箱の中へ入れて銀行の 銀行というものがまだなかった間は世話人の家に保管して金庫へしまわれているのがいわゆるペリカン事件の起こった前日すなわち祭例3日前に久々で区民諸君に顔を見せそして一日世話人の宅に泊まって翌日いよいよ手入れの場所出し蔵の隣の新聞屋の店先へさらされたのであるがそれが諸君。 いいよいよ事件となって機械にもすなわち煙のように消えてなくなってしまうのである正しく言えばその日午後11時頃から午後3時頃までの間に寄合所である新聞屋の店先のその集まった人々の視界から完全に影を消してしまうのであるもっともそれは片方だけのことで残りの片方はやはり真綿の上に きろりとあぐらをかいているわけであるが、さて龍眼失わるとなると、国の勇士たちが文字通り目の色を変えて騒ぎ始めるのである。あの目がなくてはお祭りができない。というのはまだ温存な方で、祭りができないだけなら文句はないが、他の国に対してけんかができない。という特に国に対して中義なものもあり。 の目玉がなくなるなくるんて、きっと今年は凶事があるに違いないという言葉がそのうち空全体を包むに至ってことはますます難しく悲しむべくまたいらだたしくなってきたのであることに中一日おいて祭りの当日が来るのであるから有志も善良な彩君たちも子供までも全くビークは 絶望的な気持ちに支配され始めたのである。もちろん7人の有志があるいはこれまでの経験をもってあるいは老人特有の探偵的推理をもってその日1日いや翌日も半日龍の片目を探し回ったのであるがついに何らの手がかりも得ずまさに年一度の晴れの宅へ見せびらかすための楽しかるべき祭日を 悲しく悩ましく迎えんとしたときと叫んで有志たちの面前へ飛び出すのが誰あろうビークの区長で金持ちで年長者で半兵衛という恐ろしく超時代的な名前の所有者である。 はずかしながら僕家事進むのおじなのであるわしはな若い人だがそらものを考えることの実に巧みな人間を知っているこの人に頼みさえすりゃきっとあしたまでには探し出してくれると思うんじゃがひとつわしに任してみてくださらんかとそのおじが声を絞るほどでもなく もう人々は探しあぐねていたところだしどうせ今年の祭りは泣き寝入りだと覚悟を決めていた矢先だから探し出せないでももともとだしもしそれが出ればその結果など誰も考えさえしてなかったほどでよかろうと相談一結してそれでは皆さんわしからその人に頼むことにするからとおじが挨拶して早速その足でやっていったのが すなわち佐々木三郎君の愚痴であってでいよいよ佐々木君がその竜の目玉を探し出すことになるのであるが何でまたそんな大急ぎな際にこの一貧乏高等遊民でしかない無名の佐々木君を叔父がそれほど信頼し高原を切り希望をつないで訪れたかといえばそこにはまた一条の物語があってこれもぜひ このの物語を構成するる一大要素であるのだから、僕として勢いそれも語らねばならなくなるのだがつまりその叔父が佐々木君を知るに至った動機というのはその祭日から約3ヶ月前秋の終わりのある夕暮れのことでだから再び物語は3ヶ月後ろに戻って正しく言えば事件の1ヶ月後ろの事件の 3か月後ろに戻って四それほど金持ちの息子でもないがどこへ勤めるでもなく内職をするでもなくただどこからかひょう然とこの町へやってきてしかし二色主義や一色主義を実行したりしなかったりしてとにかく次大大学を中途でよしたという佐々木くんがその 家賃一ヶ月二円五十銭という平屋だが三枚ある空居に一人生活してそこへ時々いやほとんど二日に二度ぐらいはやはり用務の何者をも持たなかった僕が佐々木君の養っている一匹の犬からふと懇意になって常に社会問題や一円でもってなぜ一円タクシーを買い得ないかというような話などをしに遊びに出入りしていた自分の話。 佐々木君の犬は真っ黒のかなり体の大きなテルという名の犬だったのだが、不幸犬についての知識を持たなかった僕は、一日遊びに行ったときに、君、この犬は一体何種に属するのかねと聞いたところ、そうだね。見るところ、ブルテリア、シェパード、ポインター、セッター等の総合種だね。と佐々木君が悠然として答えるから、 総合種って雑種という意味かねとさらに尋ねるといや総合種と雑種とは全然違う確かにテルは総合種だ君にはそれがわからないだろうけど僕にはよくわかる例えば君はこの犬が僕のところへ来る以前一体どんな人間に飼われていたかがわかるかねとの反問であるでも 君にはわかかるのかね僕が逆襲的に聞き返すと佐々木君はうんわかるね僕はまずこいつは爆打打ちのうちにいたことがあるねなぜだっておまわりさんを見て吠えるのは無論だしそれから鳥打ちに角袖と来てみたまえそら猛烈に吠えたてるからだけど君そら他の犬だって吠えるのがあるよ いや、君にはまだわからないんだ。その前にこいつは、またおめかけさんにも飼われていたんだね。そら、なぜだいこう、デレリとしてね、半分くらい頭がはげて、裕福そうな、せったばきか何かの親父を見りゃ、やはり勇敢に吠えたてるからね。だけど君、君他にもそんな犬はあると言うんだろう。しかしね、僕の推理。 直感に決して間違いいはないと思うんだ君がそれほど疑うなら一度これからテルを連れて町を一巡回ってみようかそしてもしテルが旧主人を見つけたならきっと3日飼われて3年その恩を知るという犬のことだからかなり心外な階級の情を表そうじゃないかそしたらそのテルの旧主を調査してそれが爆地打ちであるかないかおめかけさんであるかないか そらゃあ面白いけれど、テルはこの町で買われていたのかねいや、僕がこいつを買うようになったのは、ただどこからともなくやってきたからというにすぎないんだが、僕の見るところでは、他にもさんこいつは主人を変えているようだが、今言ったバクチウチとおめかけさんの方は、どうもこの町らしく思われる。というのは、こいつの吠え方がかなりその2社に対して明瞭だからね。とすると、 やはりその主人2人はこいつにとって割に新しい主人に違いないとなると十里も20里も先の町なんかよりこの町に可能性が多いってことになるじゃないかなるほどで君が疑うのも無理はないのだし僕としても一度僕自身の直感や推理がどこまで正しいかを測ってみるつもりで別に用事もない体だし テルを連れて一つ散歩に出てみようと思うんだが。うん、分かった、賛成。それは思ったよりも面白いかもしれん。君が勝つか僕が負けるか、すぐに行ってみよう。と、そこは物好きな僕だから、佐々木君の直感よりも犬そのものがどれだけ、いや、どんな愉快な場面を見せてくれるかと、内実は喜びいんで、佐々木君と共にぶらりとその偶況を出たのであるが、 それが実にこの物語を構成する根本原因となったのであってまず二人がテルを連れて町へ出ると5もう夕暮れのことで町々には薄やかに電統が並んでついてあんどんにも火が入ってお風呂帰りの人足も茂く小さなカフェで蓄音機の音など聞こえているのであるが ね犬の歩くく方へついていくんだよ。決して犬を呼んだりしちゃいけないよ。という佐々木君の言葉に僕も同感で多少寒さを感じながらもなかなかに単独では前進しない犬の行動を気長に待ったりしてとにかく30分ばかりぶらついた時ちょうどそこには寿司屋やうどん屋小料理屋や玉突き屋玉転がしが雑然として軒を並べている。 遊閣に近い一区であったのだが「とその横丁から影のように出てきた一人の男がある」「中れを目深にかぶってもじりでゆっくりした足取りでこの辺りは皆俺の縄張りだ」と言わんばかりの肩の振り方で出てきたその男を突然テルが見つけたと思うとピッと一つ尻尾を振ってそれからさも懐かしげに「ううう,う」と「う」 たちまちまテルがその男にじゃれつき始めたのである僕たちはそれを1415こちらの物陰から見ているのであるが全くそれはテルとして九州に返した家臣のごとく実に尾を振り喉を鳴らし確かに未知の人間でないことがわかるのである「君あれをどう思う」「昔テルを飼っていた爆虫討ちじゃないのかな」「物陰で佐々木くんがそういうのだが僕は」 そんなバカな。とこれは無理に考えたのであるがどうもテルのやつがその男を知ってることは間違いないらしいのでなおも様子を見ていると「しあっちへ行けこらしとその男はテルを追い払おうとしていたのであるがとそのうち「おおテルうじゃないか!と」とこれまたテルに対して はなはだ階級の状に耐えぬもののごとき声を発するのである僕は何かみぞおちのあたりがドキンとしたように感じたが九段の男はそれと同時に今までの様子とは打って変わって小腰をかがめてテルを愛をし始めるのであるまさにこれはテルがその男を知っていることを証明しているがだからといってこの男が爆地打ちであるかどうかがこれも ああ読者諸君その男の顔がどうしたはずみにノキノキが構成する光の熊の中に浮き出した時僕は思わずあっとさすがに大声ではなかったが叫ばないではいられなかったのであるその男の顔は僕も知っている飼育に今日構えてこの町では誰知らぬ者も,もいない荘門の親分と呼ばれている有名な 討打打ちだったのである君、あのの男を知ってるのかとやはり物陰で佐々木くんがささやくのに対してうーんと僕は返事の代わりにまずうなったのであるうん君の直感は正しいよあら僕も知っているが有名なバク打ちだじゃあテルはあの男のうちに飼われていたかもしれないんだね きっと飼われていたんだよ。あの親しげな様子を見たまえいや君の推理や直感の前に僕は改めて頭を下げる僕は潔くそこで首を一つ下げたのであるとじゃあもう一つの方を試してみようと佐々木君が口笛で呼ぶとそこは義理堅い動物のことだから現在の主人を忘れるはずはなく直ちに爆打打ちを振り切って テルは僕たちの物陰に取って返したのであるがやがてさらにいま一つの実験をすべく以前のようにテルを先に立てて2人がぶらりぶらり歩いていくとそこはちょうど遊郭の裏手にあたるあるなまめかしい町屋敷もう変だがまあそんな感じのする小さな通りでおお諸君テルは再びピッと尻尾を振ってその一軒の家の中に 威勢よく駆け込んだのではないか6テルが階級の女王を表したよとその行動を見るなり僕は佐々木君に言うのであるが「まだなんだかわかりゃしないよ」と佐々木君は落ち着いているので「いや確かに旧主人を見つけたに違いない」。 もうその時は僕の方が佐々木くんのあの意見を強調する形で「ちょっと見てくる!」と言い残すと佐々木くんを駆け抜けて知らぬ顔で少しは小走りに僕は九段の内の前を素通りしてみるのであるそしてちらと横までにらんだ見当には「マハシとお家流に文字が書かれそれから格子の具合や玄関の盆栽や これははどうも片の家ではないいでならしいぞ、となんだか残念なようなうれしいような気持ちを覚えるのであるがその時僕は「ああ」あら、出るじゃないの、という実に溶けるような滑らかな声を聞きこれもちらとではあるがその玄関の薄暗がりに日本髪らしい白い顔を通りの方へ半分見せて 中腰になって前を少しはだけて赤いものを少しのぞかせたそんな気がした実に水の滴るような二十六七の女をそこに見るのである「めかけ」とその時もう僕は感じたが「でもテルを知っていることと家の造りとそれが女であるというのだけでこれをめかけだとするのは明らかに尊敬である」とふと思ったのでその足をすぐに 数軒先のタバコ屋の店先へ運んで「ちょっとお尋ねいたしますがこの5軒目の真橋さんとおっしゃるのは一体何をなさる方なんですか?」と聞いてみたものである「何って別に何もしてはいらっしゃいません」「時々三味線をお引きになったり」「芸者さんですか?」「いいえおめかけさんなんですよ」と 婆さんは妙な顔つきで僕を見るのであるああさよなら僕はばあさんにありがとうも言わないで引き返すと佐々木くんの頭脳は一体どんな色をしているのだろうと思いながら帰ろうよ佐々木くん僕はもう何も言わないいや君の推理と直感には感服した実におそろいったそして佐々木くんは じゃあそこのうちは目かけたくなんだね幸いに僕も自分の直感を信用できるようになって喜ばしいじゃあ帰るとしようとそして再び口笛を吹いてテルを呼び返しすなわちお互いにあまり口をきかないできょに引き返したわけであるのだがこのことあって以来僕は佐々木くんに絶対の信用を置くようになり 常々これを半兵衛おじにも話したのであるなるほどとそんな時バカに感心したのがもの好きな世話好きな僕の確かに親類であるところのおじなのであるがそうした事情によっておじは佐々木くんを知り信頼しついにもう物語はここからペリカン事件のところへ戻る龍眼捜索を佐々木くんに頼む といういきさつになったのであるがよろしゅうございますひとつ調べてみましょうとこの時は常に内気な佐々木くんもおじの熱情に動かされたのかまた岩のような自信があったのかとにかく2つ返事で承諾するのであるそして翌日すなわち祭礼当日の午前10時におお 区民全部が絶望の極みに達しているところへなんとめでたくかの竜の片目を探し出してきたではないか区民がどれほど喜んだか叔父が幾着鼻を高くしたかとにかく佐々木くんは新聞屋の店先でみんなに対して「何こういうわけですよ」と次のように。 彼一流の推理の話をやり始めるのである僕は事件を頼まれました時これは必ず人間がその目的の遺憾にかかわらずこれを店先から他へ運んだものと思いましたというのはあれだけの大きさのものでまた相当に目方もあるのですから間違って例えば 衣服の端に付着ししててどこかへ出てしまうなんてことは絶対に考えられないからでありますで誰かがこれを持って出たとすればそれは一体誰であろうまた何がためであろうと考えてみますとまず龍の目玉が何の薬にもなるものではありませんから直接にこれを売って金に換えようなどと考えてしたものでないことは明らかでとすると誰にでも考えられることはタクのものが このの日にトークの花を明かしてやろうと、あるいはこれを盗んで取り捨てたかということでありますところが当日は他の区もせわしく皆様のお話を伺いましてもあの時他の区の誰も店先枝においでなかったことは明白でだから直接他区の方がそれを持って行かれたのでないことも明らかですとすると次に考えられることは失礼ながらトークの方で あるいは他の区へ内通した方があるのかもしれぬ。しかしこの考えは僕として最初から取らぬところでありました。それは遠くの方に限って、そんな軸を売るなんて卑劣な方があろうとは思わなかったからであります。この時には町の勇士たちがそうだそうだと皆連呼する。しからば、一体これをいかなる人間が持ち出したか。何のために。 ここで僕は考えました何のためにといえば前申した他の句のいたずらとより考えることができませんところがその目的のもとでは今も申す通り全然紛失の事実が成り立たなくなるのでありますでもしこれが何の目的もなくただ持ち出されたのではあるまいかと考えますとまたそこに新しい推理が生じるのでありますすなわち 目的もなくこれを持ち出すとすればそれはバカかあるいは東西をわきまえぬ子供の仕業とより考えることができないではありませんかところがトークとしては失礼ながらそんなバカの方はどこにも見ることができませぬよって僕の考えは必ずこれは56歳の幼年諸君のうちどなたかの無邪気なるいたずらと決定したのでありますかく考えますと、 ちょうど目玉の箱の置いてありましたのは子ども諸君が立ったなりで手を伸ばして実に都合のいい高さや距離にあったことが思われますしまた子どもであれば店先へ少々出入りをしたところで祭りのことではあり区内の幼いものであるというところから有志諸君においても多少気を許されるところがあったろうと考えられるのでありますでこれは必ず子どもが何の気なしに持ち出したものと 僕は断定いたたししましたでそれ以後区内の子ども諸君をそれからそれへ主従眺めたり訪ねたりしたのでありますが果たせるかなあるお子さんが23のお友達と共にそれを持って動物園へおいでになったことが判明したのであります動物園には猿熊またいろいろな鳥類がおりますが当町の動物園は大変に設備が行き届いていまして この竜の目玉を置きっぱななしにするようなことがあればたとえそれが水桶の中であろうとも直ちに園庭の方に発見されるはずなのでありますところが動物園へ行ってみても僕も何一つ発見することができないのですが調査の結果から目玉は動物園以外にはないはずなのです僕は探しあぐねてまさかクマがギアマンを飲みもしまいし とつぶやいたのでありますがその時ふと僕自身のその言葉で妙なことを思い出し始めたのでありますすなわちペリカンという鳥は非常に肌の滑らかな冷やっこい物体をよく好んであの大きな口の中に入れるそして最近も英国のある動物園でペリカンが円形のコンパクトをその口に入れて なかなかはかなかった事実もありますのでこれはペリカンの口の中ではあるまいかとそこで急いで言ってみますとどうでしょうペリカン先生口の下のところを丸くおんもりと垂れ下がらして気持ちよさそうに昼寝をしているではありませんか早速園庭の方にお話しして取り出してきたような次第なのであります 8この話の時には区民一同全く感じ入って聞くのであるが感じ入らないまでも祭礼当日のことではあり現に目玉が探し出されたのであるからその佐々木君の噂は大変なもので翌日の新聞には「すなわちこの日といでて我がタコナの町は常に常に楽語たるべし」と タコの新聞をして叫ばしめたのであってこの事件があって以来叔父半兵衛の佐々木君に対する信頼はますます厚くついにかかる名探偵を他に追うべからずというのですなわち自費で一事務所を設けこれを佐々木探偵にもう佐々木君のことは誰でもが探偵と言った該挙したわけなのであるそして M 氏の令状失踪事件は いいよいよ物語は本編の最初に戻ることとなる実にその佐々木くんが探偵として世に立った最初の全く佐々木くんとして歓喜悠やくせざるべからざる依頼事件のはずなのであるがやはり寂しげに「困ったなあ赤字くん」とつぶやくばかり君本当に見当も何も立たないのかい 僕もあまりに佐々木くんの様子が真剣に見えるのでいささか心配になって聞いたのであるが本当だととも実に佐々木くんは真剣なのであるしかし僕は信じられないあのテル事件にしろペリカン事件にしろいやとそこで佐々木くんがとに悲痛な面持ちになって言うのであるあれは。 みんな嘘なんだえ嘘だってと僕がその時どんな顔をしたか読者諸君よよろしく同情ご推察あれ実はね梶君あの時君が荘厳の親分と言ったのは無論爆中打ちに違いないがあら僕の兄貴なんだ変な兄弟だと思うだろうが そして、めかけと言った方は、やはりめかけには違いないが、その兄貴のめかけなんだ。うん。テルは始終あそこにいたんだ。君がテルという名前をなぜあの二人が知っているか、もしくは僕が知っているか。それを考えてくれなかったばっかりに、僕暇だったもんだから、つい君を担いでしまって。じゃあ、 ペリカンの方はあれは君偶然なんだあの日僕は動物園へ行ってねこのあと僕はどうやって世の中へ立っていこうかとそんなことをぼんやり考えているとちょうど56歳の男の子が3人あのペリカンの前へやってきてあの口ん中へ小石を放り込んだら石は重いからきっとペリカンのあごが重くなって動かないよと そんんな話をやっているんだ。面白いから聞いていると3人は本当に小石を投げ込む考えらしくその辺りを物色し始めたんだが君も知っているようにあそこには小石なんかないだろうと中の1人が「マサちゃんの持っている目玉を入れようや」とこう言うんだすると言われた子が「惜しいけれど」と言いながらそれでもペリカンの前に立って 餌を投げてやるような様子をすると、ペリカン先生慣れてるもんだから子供たちの正面に来てポカンと口を開けたもんだそこをねポイと放り込んだじゃないかその時ちらっと見たのが竜の目玉なんだ無論その時は別に気にも留めなかったが後でおじさんから話を聞いてあそうだと思い当たったもんだから動物園へ行ってみると ペリカンの横にあれがゴロリと転がっていたんだ祭日だから誰も動物園へは行ってないしね佐々木くんはしみじみ言うのであるこれを聞いて僕はいや僕も佐々木くんと同じように「はあ困ったなあ」とつぶやかざるを得なかったではないか そして1時間1時間時計は進み夜は老けてゆくのであるもちろん令状失踪の捜査に関する何らの案さえも2人の頭には浮かばないそしてついに悩ましき朝が来るのであるがその長官を見て再び僕が「困ったなあと嘆げかざるを得なかったのである 新聞は次のごとく報じているのである「某大家令嬢の失踪」「誘拐されたものとその筋は睨んで大活動」「佐々木探偵も活躍」と見出しをして最後の結びにだがこの事件もかの名探偵佐々木三郎氏の着手を見たからここ一両日中には犯人の謙虚を見るであろう」 だがその日も僕たちが一体どうすることができたであろう僕たちを信用してか M 支度からも電話一つ来ないのであるその娘を失った人の心中を察すると余計に僕たちは悲しいのであるあの物好きな半兵衛おじまでが僕たちの成功を祈ってそうに違いないのだ じっと尋ねたいのを我慢してこれも電話一つかけてこないのであるが時間は容赦なく進んでいく昼が来て夕暮れが来てさすがストーブの陰に小さくなっていた僕たちも今は夜逃げでもやるか首をくくるかそんなことでもしなければこの穏やかなタコナの町全体に対して風光に対して全く 人間として申し訳のないような心持ちがするのであるだが諸君ついに一夜は明けてしまったがどうかその長官を見てくれたまえたこな新聞を読んでくれたまえああ佐々木探偵の手腕霊を救わる既方某家霊状の失踪事件につき探偵の方を進めていた佐々木三郎氏は 警察側においてもはや投げ気味であった本事件を実に一日にして見事解決した令状は救われたが犯人の名を公表できぬことを記者は残念に思う犯人は令状の出先を襲うてこれをバツバツ町の冒家に監禁し時を待ってさらにバツバツ方面へ送らんとしていたものであるが敏腕なる佐々木氏のために組み込まれて逮捕されたのである 中略。ちなみに同令状は近く以前から婚約のあったバツバツ氏と過食の点を挙げられるよし田舎の新聞のことだから右の通り文章は見られないのであるがこの事件は全く犯人の名前も令城の夫となるべき幸福な人の名前も全く公表することができないのであるが読者諸君 僕は各物語を進めてきた以上その事実を諸君にだけは伝えねばなるまい犯人も無論上がったのであるがこれは犯人と呼ぶことができるかどうか僕は首をくくりたい気持ちを覚えたあの佐々木君との最後の夜のことをここに知るそうそうすれば下手な文句なんか用いないで全てを諸君に知ってもらうことができるのであるから さよう、その夜2時過ぎ。困ったなあと相変わらず2人で根もやらず嘆いているところへほとほととドアをたたいてさてヌックと僕たちの前に入ってきた一人の男がいや青年があるのである僕は実はそのあの M 氏の令状とただいま一緒にいるものなんですが今朝の新聞を拝見して実は。 あなたに探し出されて、そして二人の恋を明るみへ出されるよりは、と、その、ただいまこうしてお伺いしたようなわけでございますが、何卒一つご尽力くださいまして、晴れて夫婦となれますよ。そして、その、M 氏の方へお話願えませんでしょうか。ええ、ユミさんはむろん、僕を愛してくれておりますし、 右のご犯人は佐々木探偵の手腕におそれをなして自首して出たのである。というまあ筋の話なんですがねどうでしょうか。